南岩国駅は山口県岩国市南岩国町一丁目にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅。岩国駅が管理し JR 西日本中国交通サービスが駅業務を受託する業務委託駅。2009年3月14日ダイヤ改正から広島式ネットワークの再生端に設定されたが2012年3月17日ダイヤ改正以降は 再びエリア外となり、広島からの当駅折り返し列車は大幅に削減された。2018年以降、当駅は北陸本線金沢駅から続いた愛国家エリアの西限となっている。ただし、2022年春に当駅伊勢、徳山駅までのエリア拡大が予定されている。単式、島式の複合型2面3線のホームを持つ地上駅。駅舎は、 三式の1番ホーム側にあり、島式の2.3番ホームへは、エレベーター付きの古線橋で連絡している。駅、ベイビ口は、国道188号に面した、駅舎側にある。自動改札機は、簡易式で、降車客の乗車券は、駅員が回収する。窓口営業時間外は、診札箱に乗車券を投入する。駅スタンプは、日本有数のレンコン産地の駅。 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。南岩国駅東側に見える発言岩国、バスの南岩国駅バス停留所がある。ありがとうございます。